皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も成り上がりで遊んでいきます。さあ今日はですね、1月13日成人式なんですよね。いや20歳の方あれですよね、多分振袖とか着物に着られたですか。成人式会場行かれてるんですかね。なるほど君成人式の時は寝てました寝坊しちゃってまさかのですね。こちらは魚釣りですか。下の道具購入で一番上のお金で買えますので、まあ、こちらは10個買ってですね、でこちら、磯目ちゃんですか、使用して、まあ、ポイントをゲットすると。お、タイがめでたいと。まあお正月終わりましたからね。で、ポイント引き換えで、ポイントですね。結構ポイント使えますね。10個でしたら、何も買えない、何も買えないですね、多分。交換できない。で、1周年記念。こちらは1月24日から、キララさんが、まっちゃんとして来られるみたいですね。どちらで来られるかですよね。チャージで来られたら私ゲットできないですけど、まあ、小判使う方でしたら、私今2万小判ぐらいありますからね。ゲットできますね。いやー、昔の人たちあれですよね。成人式って20人じゃない。今は20歳ですけど、どうでしたっけ？昔は元服って言うんですよ、確か。私も昔のゲーム遊んでましたからね。元服いたしましたと。そしたらですね、武将として使えるみたいな、なんか、何歳ですか？ 15 歳ぐらいだったと思うんですけど、もうちょっと若かったでしたっけ？まあ、ちょっと何歳か思い出せないですね。最近、成人式も20歳じゃなくて、18歳にしようかみたいな案もあるみたいですよね。投票権は20歳から18歳になりましたからね。まあ、これがどうなるかですね。なんかどんどん若くなっちゃいますよね。そして、何でしたっけ、年金とかは、昔60歳でしたけど、今65歳ですか？で、次70歳になるんじゃないかと。なるほど君が70になった時は多分もう75とか80とかですね。90、100みたいな。なんかもう、そちら逆に遅くなって伸びてますけど、なんか極端になってきてますよね。これからどうなるかですね。わからないからですね。まあ、昔の時代の人たちも今がこうなってるなんて予想もつかないと思いますけど。さあ、歴訪いたしましょう。まだ来ないんですよね。結構歴訪してるんですけど。マナヒミちゃんでしたっけ？やっぱ100にしないといけないですかね。運勢、下の運勢。あ、固まっちゃった。さあ結構録画中に固まりやすいんですよね、なぜか。まあ他のアプリをあれしてるからですかね。援助物資が足りませんということは、ああお金が足りないと。私全然お金ないですね。さあ食料もちょっと自動補給ですかね、させていただいて。いつの間にこんなにお金がなくなっちゃったんですかね。全然気づきませんでしたね。さあこちらはなんて読むんですかね、花屋敷っていうんですかね。おー、いいですね。いろんな方スキンが変わるんですね。あ、朝日姫ちゃんも着物のオレンジから紫っぽくなってますけど、あー、いいですね。おせんちゃんも、わー、たくさんいらっしゃる。あ、今までのですね、クリスマスのスキンとかありますからね。お通夜の方ちゃんとか。なんかもうあれですね、お通夜さんが名前なのか、お通夜の方さんまでお名前なのか。しかも読み込めない。悲しい。重たいですね。あ、抜けちゃった。なぜか。さあ、ではステージ行ってみましょう。関所ですね、こちらの。まあ、まだミキケと戦ってるんですが、なんかずっとミキケと戦ってる気がしますけど。
さあ、兵力は十分私ありますから、VD も高いですね。ですから、まだまだステージは進められそうですね。じゃあ、飛ばしていきますね。いやー、もともとこの戦い見てると、三国志さんとか信長さんでまた遊びたくなっちゃうんですけど、いやー、昔は一日中三国志さんとかで遊んでた時代ありましたね。MMO オンラインゲームとかにハマってた時期もあるんですけど、ゲーム楽しいですからね、何時間でも遊べちゃいますよね。まあ特にネット関係 MMO とか、今スマホのゲームはあれですよね、皆さんと一緒にお遊びできるから、よりですね、みんなと遊んじゃうと。さあ、では狩猟ですね。さあ、今回はどなたですかね。お、狩猟なのに武士というですね、名前がないという。結構他のゲームでありますけど、なんかボス出てきた店員さんとかですね、よくわかんない設定の時ありますけど。さあ、18までいきますね。次は18ですか。では一旦お戻りして、屋敷に戻りましょうか。私は花屋敷の方に戻りたかったですけど。さあ、では今回美人さんは京極ちゃんか、おせんちゃんかんですかね。花姫ちゃんは見たことありますよね、確か。ありましたっけ。他にお見せしてない方いらっしゃいますか。ちょっとわからない。いや、花姫ちゃんどうでしたっけ。花姫ちゃんは、あー、お見せしてるのか。今ちょっと再生リストをですね、見直してるんですけど、多分花姫ちゃんもまだですね。まあ、もしもお見せしてたらごめんなさいと。ごめんなさい。朝日姫ちゃんちょっと似てるんです。傘持ってるから。さあ、行きましょう。美人呼び出しですね。お、少々翔ちゃんですね。いやー、いいですね。さあ、ではちょっとどうしましょうか。ランダムだとまず来ない可能性があるんですよね。小判使ってもいいですけど、じゃあ、あともう一回ランダムしますか。お、葵ちゃん懐かしい。葵ちゃんだけなぜかコメントセリフ付き。さあ、行きましょう。あ、また少女長女だった。わらわともっと親しい関係になりませんか。これ以上の関係ってどういう関係ですかね。さあ、では行きましょう。じゃあ今回は京極ちゃんに行きましょうか。タツコちゃん喋ってくれない。わらわはただ旦那様に使いたいのです。行きましょう。おお、滝行に行かれるんですか。今からもしかして行った後ですかね。滝に打たれたんですかね。タツコちゃんは滝に打たれたという。わあ、一緒に打たれたい。一緒に打たれたい。どういうあれなんですかね。私も昔の服装に詳しくないからわからないですよね。日替わり内さんとか王に折はなるさんは多分中国の美人さんだと思いますので、結構似てるんですよね、服装が。日本はやっぱ日本で独自で着物とか発展してますからね。いやー、よかったですね。着物率が高いですよね。ミコさんもいらっしゃいますけど、奥にいたみたいに。なんか他の服装とかも見てみたいですよね。まあ他のゲームとかでお遊びしてたら見れますけど、まあ、先ほどの花屋敷みたいにコスチュームバージョンですね。欲しいですよね。さあ、順位イベント見てみますか。勢力は私は、参加できてないですね。銀貨順位は143位。143位だと、ギリギリもらえますね。武将交換用のアイテム欲しいんですよね。今回なさそうですね。配下の方もですね、
家来の方増やしたいので、まあ、こういったご剣豪とか、あ、氏家さん、こちらは上泉さんというんですかね。わ、柳生さん一族も、宮本武蔵さん、佐々木小次郎さん、かっこいい、ツバメ返しのツバメちゃんがいる。いや、欲しいですね。さあ、ではですね、今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。